レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルン、アクアスエイト、ドゥワアクアスエイト、モブハチ、イエーイ。皆さんこんばんは。こんばんは。今日はちょっと元気な方がねいますけれども、はい。始まりました。はい、カメラね、あちらでいいです。あ、これがカメラかと思ってた。そっちだ。はい、この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスにありますスタジオアクアスからお送りしております。はい、木八担当は私、アッコと、はい、DJ トムです。はい、そして技術はアコです。アコです。はい、そしてね、あの元気いっぱいのの方ですけれども、今日のゲストさんです。 SKS プロデュースことぶきの五関純子さんです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、この名刺をちょっと拝見させていただくと司会者さんってなってますけれどもね。はい、はい、ちょっと興味津々ですけれども、口下手です。はい。じゃあ後のコーナーでたっぷりお話を聞いてみたいと思います。はい、はい。で、何から始まるんでしたっけ？え？トムさんから始まるんですよね。今日は何の日？なんか今日完全にあれだよね。うん、うちらペースを乱されてるっていうか、もうね、誰にですか？いつもの通りできないよね。そうですね。はい、今日は何の日？行きますよ。行っていいですか？はい、今日は、6月の7日ですよ、はい。はい。そうだよ、いつもそうやって振ってくれるんだよ。うん。はい、今日はですね、世界最小のバチカン市国が誕生したのが1929年の今日ということで、面積が 0.44 平方キロメートル、世界で一番小さいんですけれども、ディズニーランドがどのぐらいあるか知ってます？そうですね、どのぐらいあるのかな。うちの田んぼが何個分です。ディズニーランドはですね 0.52 なんで 0.44 だから、ディズニーランドよりも2割ぐらいは小さい国で、だから世界的に承認を受ける独立国としてはやっぱりもうギリギリらしいですね。でも楽しいかもしれないですよね。で、ここまでは意外とまともな話なんですけれども、ちょっと呆れていいですか？今日もってか今週も。まず緑内障を考える日ということで、うんうん、緑内障、もう想像ついたでしょ。6、7、あー、なるほど、無理やりですね。これを無理やりと言ったら次がどうなりますかね。鞭打ち治療協会が制定したんですけど、鞭打ち治療の日なんですよ。今日は鞭打ち直しなさいよとか、虫打ちを直そうで7なんだって全然関係ないじゃんって。なるほど。なんかこれでいいのかなということなんですけど、あ、だから今日ね、朝とかテレビとか、まあ今夕方夜ですけど、朝とかね、ラジオとかテレビとか新聞で、あ、今日は虫打ち治療の日なんだ、今日は直しに行こうっていう人が何人いたでしょうか。大変疑問ですけれども。そしてまた少し真面目な話に戻ります。あ、すいませんね、鞭打ち治療協会の人ごめんなさいね。はい、計量記念日ということで、1951年の今日ですね、昔尺貫法1尺2尺だったのがメートルに変わったんで、今日が計量記念日とされていたんですけれども、1993年の今日、計量法が改正されて11月1日にそれを持ってかれちゃったんです、ね、だから昔の計量記念日は今日だったということで、はい、というか苦し紛れの今後のぐらいのネタしか今日なかったんですけど。はい、という楽しい今日の一日です。楽しいいや、コピーくださいって言った
いっすね。ドキドキです。はいですね。はい、ある一定心理テストを行いますので、はい、ちょっと聞いてください。はい。はい、あなたの町に正体不明の宇宙人がやってきました。私ですか、その宇宙人。今刺しましたよね。はい、まあいいですね。で、そして意味不明の行動を取り始めました。さて、あなたはどうしますか。はい、4択で、はい、A から D で答えください。はい、A、町から逃げ出す。B、隠れて様子を伺う。C、武器を取り、身構える。D、友好的に出迎える。あなたは宇宙人、どうしますか。大丈夫ですか。自分と戦うようなものですね、きっと宇宙人。でも宇宙人にもよるよね。そうそうそう。ね、いやだからさっきね、ちょっと失礼ながら指さしちゃったけど、こんな可愛い宇宙人だったら僕は絶対 D ですよ。そうですか。まあそこまで、そう、あんまり深く考えずにね、ビビッときた答えで。うん、ちょっと今一応あのゲストさん持ち上げてるんだからさ、あのひっくり返さないように。あ、持ち上げたら今持ち上げたんですか。いやいやいや、違います、違います。ね、もし宇宙人だとしたら、はい、絶対 C は選ばないじゃないですかね。だから宇宙人がさ、なんだろう、例えばまあね、怖そうな人だったらやっぱり逃げるし、うん、でも間違いなく私はもうパッてきたのは C。 C身構えて武器を取っても戦います。すごいですね。でも宇宙人がどう皆さんにこう浸透しているかですよ。別に悪い意味じゃないんですけど、なんか多分その武器が目の前にある、あった瞬間にすぐ取ってしまう、この何かその闘争心があるんですよ、私も。まあ意味不明な行動を取ってるわけですからね。ちょっと不気味な感じがあるということで。いただきます。どうですか。 C ということで。 C。 はい、トムさんは意味不明だから、逃げ出すか、 B で隠れて寝てるかな。あ、逃げちゃったらもったいなさそうな気もする。見てたり、見てた、見てた。はい、お母さん。何この雰囲気は何ですか。これちょっと変な答えを。多分ね、今あのまだ考えてなくてもね、藤谷さんどう言おうかと思って、とりあえず踏み潰す。なんか言ったらやらしい。 C に近いじゃないですか。いや、宇宙人が私たちと同じ大きさとは限らないでしょ。あー、確かに確かに。うん、ちっちゃい映像ってね、なんか考えるな。あー、そう、確かにそうですね。もしかしたらでかいかもしれない。そうだよね、だからめちゃくちゃだって、足が速そうだったらば逃げるっていう選択肢なくなるし。そうだよね。心理テストだから珍しい心理テスト。多分心理テストこんなに追求しちゃいけないんだよね。そうなんで、確かに確かに。パッとひらめきで、そうそうそう。じゃあ C。 C、はい、普通はこうやって見てるよね。多分そうだよね。あー、うん、うん。 B、B、B ってことかな。はい、それでは答えをいきますね。はい、このテストではあなたが初対面の人にどんな印象を与えているかが分かります。もう痛い、ね、今日のゲストの方初対面ですからね。どういう印象かみたいなね。はい、はい、A の町から逃げ出すを選んだあなた、頭が良くて賢そうだけどちょっと難しい。あなたはあまり人と打ち解けず、どこか距離を置いているようなところのあるタイプ。初対面の相手にはおとなしくて賢そうな人だけど少し気難しそうといった印象を与えているかもしれない。はい、で B、 いきますよ。隠れて様子を伺う、はい、真面目で几帳面でも実は裏表があるみたいな。ね、あなたは人前で緊張しやすい。初対面の相手には真面目で几帳面な感じの人という印象を与えているようです、うんうん、でも人によって態度を変える裏表のある人と見られることもありそう、という答えです。はい、しょうがない。あ、合ってるんですか。
合ってる部分もある合ってる感じ合ってる、うん、はい、じゃあ C いきますね。はい、はい、武器を取り身構えるを選んだあなた、強気に見えてちょっと怖そうって人かしら。あなたは初対面の人に対して身構えがちでつい攻撃的な行動を取りやすい人、うん、強気に見える態度が自信を持っている人といった印象を与えることが多いようです。あ、なるほど、強い人だなっていうのは言われますけどね。はい、じゃあ D の友好的に出迎えるを選んだ方、愛想はいいけど口の上手い人かな。初対面の時は愛想がよく相手を喜ばせるような態度や言葉を選んで相手をいい気持ちにさせることができるようです、まあ、ただ場合によっては口の上手いお調子者といった印象を持たれることもあります。ね、皆さんどうでしたか。あ、その皆さんから、はい、今皆さんから、ね、エボマックさんから、はい、最初に心理テストに出てくる宇宙人は複数なのかなって質問があって、ああ、それも考えてなかったですね。もうみんな考えることがもう、もう一人かと、一人宇宙人って言うと想像が広がっちゃうんだよね、きっとね。で、レモハクさんの答えは D を有効的にしてみて、うん、ああ、うん、愛想はいいけど口の上手い人平和主義。でも、でも今この問題やりながらちょっと考えたんだけど、うん、話したの今日初めてですよね。そう、改めて。あ、そうなんですか。トムさんも、そうそう、初めて。うん、いや、なんかいきなりこのテンションで入ってこられたから、うん、なんか前から友達だったように話してるんだけど、よく考えたらあれ今日、あの、うどん屋さんであちとこちで、こんにちはぐらいはね、言ったけれども、話したの初めてですよね。そんな感じです。すはい、どうでしたか。この心理テストでした。レディオアクアス、那須野原ピープルパート1。1、いいっすね。いいですか、はい、ね、全然初対面って言ってもね、感じ方ですけど、うん、本当に元気よくて、そういう、はい、こっちも今日元気よくやんなきゃっていうね、みんなにすごくハイになってきますけれどもね、うん、はい、ありがとうございます。はい、SKS プロデュース、ことぶきさん、はい、ことぶきということからね、なんか想像しますけれども、はい、五関純子さんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。質問ね、トムさんの方から。早速ですけれども、はい、SKS とは何なんでしょうか。はい、英語でスマイル&カインドネス&スイートの意味、その最初の文字を取ってですね、はい、優しさと思いやりと笑顔を持って皆様にお手伝いをするということの意味になっています。なんかいきなり間違い読みたくなってますけど、どうしたんですか。真面目に、いや、やっぱりお仕事のね、話になる。なるほどね、はい、はい、はい、すみません、はい、で、そのことぶきさんというのは、はい、主にどのようなお仕事をされてるんでしょうか。まあ、ここで結婚式を挙げたい、例えばこのアクアスさんで結婚式を挙げたい場合には、はい、すべてドレスもヘアメイクさんもカメラマンも花屋さんもすべてご一緒させていただいて、一つの結婚式を作り上げていくというものですね、はい、普通ですね、なんか結婚式っていうと式場とかに行ってどうしたらいいですかとかなんかね、あとは向こうのなんかこうお任せでこうこれとこれがどうっていう感じではないんですか。うん、ね、そういうのとは違うんですね。そうですね。今もう本当に全てがなんかオリジナルということで騒いではいる中で、あとはまあいろいろまあ料金的な問題もあるでしょうし、うん、まあ、結婚式の会場はとてもいいと思うんですが、まあ、本当に欲しいものが何なのかとか、それをちょっともうちょっとしっかり汲み取りたいっていう私たちも意向があるので、そういうところでしっかりお客様とゆっくりじっくり向き合ってお手伝いがしたいという思いで立ち上げたんですけれども、うん、ご利用されるお客様は、うん、年齢層とか好みとかどういう感じの人が多いんですか。本当に様々で、そうですね、まあ例えば
ばこの会場で結婚式を挙げたいというあの方で昨年お電話をいただいた3名の方は全てが新婦さんのお母様からいただいて、まあ、本来であれば新郎新婦さんがね、あのご自身でお電話をしてくるのかなと思いきや、あの親御様がお電話をしてきていろいろとお話をっていうのもありましたし、あとはあのそうですね、年齢といってもやはり、まあ、結婚をされてお子様が結婚式を挙げられずに子供ができてしまった、だけどあのやはり写真だけは残したいということで、あの好きな場所を選んでいただいて、まあ、野外が私たちはお勧めしてるんですけれども、あのそうですね、やっぱりもう那須、ね、とか塩原なんかものすごい景色がいいし、あのもう私も住んでいて大好きなところなのでぜひ勧めたいぐらいです。もうどんどんあのこっちに引っ張りたい、県外の方々もと思ってます。はい、あの今までにプロデュースされた中で、うん、何かこう印象に残るものとか、ちょっとこう特徴があったものとかっていうと、どんなものがあったんですか？印象的というのは、そうですね、要はあの演出的な印象でしょうか、うん、演出的な印象でいうと、やはりあの派手なものというのは婚礼会場には負けてしまうので、はい、私たちは温かさをあの売りにしておりますから、やっぱり今までで本当に嬉しかったのは、はい、あのお手伝いをさせていただいたお客様に最後あのこういう結婚証明書を渡されたんですね。で、あの名前を書いてくださいと言われまして、どうしてお二人の結婚証明書に私が名前を書くんだろうと思っていたらば、どうしてもあの書いてもらいたかったんですって。お二人の結婚証明書になんか私が、まあ、お手伝いをしたんですけど、もうやっぱりプランナーとしてだったんですが、プランナーとして司会者として私が書いてもいいんだ、でも本当にそれは嬉しかったですね、やっぱり。そうですね、よっぽどあの喜んでくれてないとね。そうですね、だからあのそうですね、感動もあの、うん、喜びも私たちも全面的に本当にあの家族同然で友達同然で、はい、あのいろいろお手伝いをさせていただいた中で、うん、そういう本当に返事が返ってくる、それが私たちの仕事をしていての、まあ、心の糧かなという気持ちではありますね。はい、今後あの、ね、いろいろこう依頼というか相談というか、うん、まあ、最初相談あたりから入るんですが、そういう時はどうしたらいいというか、あの、うん、みんななんか、そう、私は相談していいのかなとかっていうちょっと部分もあると思うんですけど、うん、どうなんですか、あのこんな方はちょっとうちのあんまりお客さんにはならないかなっていう人はいるんですか？もう誰でも OK。 そうですね、もう結婚式を挙げたい、うん、あのただそうですね、私の願いは願い、ウェディングドレスは着てください、女性は。それです、あのやっぱりどうしてもお子様ができてしまうと、うん、あの諦めてしまいがちなんですよね。それは女性は分かります、体型にも戻らなかったりとかそういうのがあるんですけれども、その体型が戻らなくてもラインを美しく見せるのは私たちの仕事ですし、うん、だからあのそうですね、もう諦めないでほしい。やっぱりあのじゃあ痩せるためにはどうするの、綺麗にするにはどうするの、それには私たちも一緒に手伝って、あの一緒に組んでいるヘアメイクさんがいますから、プロのヘアメイクさんがいますから、そういう形にあのお手伝いいただいたりとか、ただ本当にそうドレスを着てほしいと思ったのは、うん、あの自分の子供に ある時突然だったんですけど、3歳4歳かな、うちの子供が4歳ぐらいだった時に、ママの結婚式ドレスの写真が見たいって言ったんですね。その時にあってよかったこの写真やっぱり子供って見たいんだなって。え、お子さんは3歳、うん、3歳か4歳ぐらいの時にあの何かの結婚式の何かテレビを見たんでしょうね。それでママも来たのって、で、あ、来た来たってこう見せたんですけど、うわ、でもそれはちょっとショックだったな何これ、何これ、え、何何、綺麗でしょって言ったら、パタって立ってこれかうちの子はと思ったんですけど、いずれはやっぱり女の子ですとお母さんのそういう姿を見たいと思うので、それでまたあの自分もどうなのかなって憧れを抱いてもらいたい、うん、やっぱりドレスは着てもらいたい、
うん、ドレスを着ないお客様もいらっしゃるんですか。うん、やっぱりドレスを着ないっていうよりも、うん、結婚式をしない。あ、うん、そっちですね。結婚式をしない、確かにね、しないこと多いですよ、きっとね。わかりますね、うん、でも気持ちもどうしてもあのお値段が先に来てしまうのでただ値段を実際高くしているのはお客様自身なので、はい、うん、無理をすることはないんですよね。お料理も見栄を張る必要はないし、うん、はい、あのそこじゃなくて本当に伝えたいのはあのやっぱり今までお世話になってあのお世話してくださったゲストの方とかご両親に感謝を伝えられればそこじゃないと思ってます。値段じゃない、そういうところじゃなくて、はい、気持ちをもっと伝えようよっていうのをちょっと私たちとしても頑張ってはいるんですけどね、うん、そうですね、そうなんですよ。まともに真剣に話しちゃったどうしようという感じです。さすがにね、それ友達とかももう結婚するのもいなくなってきましたけれども、そうですね、20年ぐらい前だとやっぱりこう続いたりするじゃないですか、結構毎年ね、一組二組ぐらい、うん、でやっぱり楽しいですよね、うん、あの読んでいただいて、うん、行ってまあああだったらこうだったらいろいろお話したりね、でやっぱりまあ女子の方が強いのかもしれないけどやっぱり男でも友達がや、うん、なんて言うんだろう、こうね、ビシッとした格好で、うん、こういるのを見るとさ、あ、なん結構あいつかっこいいじゃんとかやっぱりさ、思いますよね、うん、そうですね、最近男性、やはり最後の結びの挨拶が新郎様なので、はい、私最近やっぱりよく聞くのは、うん、新郎さんが結婚式を挙げてよかった、最初はそういう気持ちじゃなかった。だけど今やっと分かった。そう、まあそうなんですよ。実際に上げてみないとっていうのはその感動も伝わらないし、あのなかなかっていうのはあるんですけど、やっぱりその結婚式を上げてよかったってその一言が、はい、新郎さんから聞くと本当に嬉しいですね。今までにはもうねなかった感じですね。そうですね。だからそういうところで。じゃあちょっとそういう素敵なね、あの見栄とかお金とかじゃなくて、うん、本当に気持ちがこもって、うん、気持ちですね、こうね、うん、そういう結婚式を挙げてみたいかなっていう人は、問い合わせ先とかってどうしたらいいんですかね。あ、問い合わせ先ですか。あ、皆さんネットを見てる方なので、あの、ね、SKS アルファベットの SKS の、はい、あのことぶき、漢字のことぶきと、はい、あの検索をしていただければ、うん、あの全てできます。はい、はい、あの Facebook だとね、はい、あの一番上の写真がなんかこう並べてるとこでしたよね。あ、そうですね、あれは旅館さんが、うん、まあ、旅館の結婚式を挙げる場所じゃないんですけど、あのそれをあの結婚式としてあれ旅館なんですか。旅館なんですよ。だから全く結婚式をやったことがない旅館なんですけど、うん、そこをあの手掛けたんですけど、うん、あれあのもちろんあのご関さんもあれだけど、あの写真撮った人すごい人ですよね。はいはいはい、ね、あのたったあのフェイスブックの上の方にこう横長の写真が1枚あるんだけども、うん、あれでどういう気持ちで仕事に臨んでるかっていうのがね、もうはっきり分かる写真だから、この人すごい写真撮るなと思ったんですけど、はい、あのカメラマンの、うん、もう私が本当にあの大好きな平山康成と名前を言ってしまいました平山さんごめんなさい、名前言うなよお前とか言われてると思うんですけどもうカメラマンだけは手放せない、もちろんヘアメイクさんも手放せない、花屋さんも手放せないこんな状態、まあ、全部ね、はい、こうはい、セットでねいいものができるんだと思うんでね。そうですね、はい、じゃあ次のコーナー行きましょうか。はい、レディオースアクバースココブルーの青色三昧こうですか。レスカだったね、はい、で今日は、はい、なんだろう今日は、なんだろう、お、まこさんのコーナー、いきなりなんか聞こえてきましたけれども、これはこれは小田さんの曲ですね。2年くらい
ビジュールで歌ってます。あ、そうなんですか。これはマイクは入ってないですか。あ、これですか、はい、入ってますよ。あ、入ってます。喋っててもらえちゃう。あ、はい、BGM なんで。あ、本当ですか。はい、え、あの、あ、ね、ちょっとご存じないと思いますけれども、私はこと、和光さんでココブルーというね、出てまして。あ、そうなんですか。出ます。これは私ですか。なぜですか。はい、主にどこで地元のイベント。え、もったいないじゃないですか。もっと、もっとバンバン出ないですか。結構出てます。本当ですか。結婚式でぜひ来てください。こんな光栄なことはない。いや、本当に主婦の挨拶はなしで、もう歌でと。主婦に怒られちゃいますね、きっとね。いや、あ、でも生演奏とかって本当にいいんですよ。結婚式最高ですよ。もうプランに入れる。そう、贅沢贅沢。うん。あ、そう言われてみると、なんでクローズドな場所でやってるのかなっていう気もしますね。もったいないんですよ。もっとオープンにやってしまっていいんじゃないのかなって。美容室さんなんかも今結構オープンになってるので、ああいうところもやっちゃいましょうよ、ここで。やっちゃいましょう。話がここから出ますけれども、ね、はい、まあ、いい感じで。そしたらあっこさんのライブをガンガンやりながら結婚。で、この曲は何なんですか。この曲、今日かかんの知らなかったですけども、あっこさんが、いや、曲の紹介。ああ、そこですね。いいですね。ん、曲の紹介ですね。小田さんの曲ですね。小田さんのね、ツアーも終わりまして、最後のツアー券を譲っていただき、諦めていた日に行けたんでね、横浜の赤レンガで最後に終わりました。とても感動的で、今までで一番こう泣いちゃったんですけれども、すごい良かったです。ちなみにツアーではずっとこの歌を歌ってたんですけど、その日だけはなかった。それは最後だ。
りして、まだまだもう64歳ですけれども、本当にそんなに駆けずり回ってます。はぁ、今の60代若いですよね。すごい若い。円形のステージになってて、それが回ってるんですよ。へぇ、このサイドに花道がずっとあるんですよ。初めてだろうね。だから遠いお客さんと近くにももう来てくれる感じで、その花道の一番向こうからこっちまで自転車乗って、えぇ、ー、若い。結構遅い感じなんですね。自転車乗ってきちゃうんですよ。ゲストにとっても最高ですよね。近くで見られるし、はい、うわ、まあ、そんな様子を、まあ言いたくないというか、 なんか自分のものだけにしときたいんだけど、あの日曜日に情熱大陸で井上真央ちゃんがね、小田さんを取材したのを2週連続やります。情熱大陸というわけで、ここブルーの青山さんまいでした。違うね、いいだね。今一瞬ちょっと迷いがしてよかったですね、今日はねシートがないんだから。はい、ということで、あれ先ほどなんかこう書いてませんでした、ここで。 何書いてた？私ですか？はい、あ、落書きですか？いつの間にしまっちゃったんですよ。落書き、だって書けって言うから。あ、マイクですか？ビールが違う。あ、ビール。いつの間にそれになってんすか、これ。ちょっともなんか、ささっと書いたのが、もうなんか。いや、だってこういう、ね、ちょっと、独り言みたいなのが、ちゃんと、落書き帳に。これはあの私だけの気持ちではなくて、私さんの気持ちも、こう、ビール飲みたいねっていう話が出て、そう、人の気持ちを筆が過ぎたらみたいな、なんかこのね、スタジオに入ってきていきなり何をやってるのかと思ったら、こう、書いたんです。スタジオにあるマイクを見ながらこんなね、あ、これミスよかったですか？いや、もう本当にそんな落書きで、え、これ落書き？落書きですよ。落書きじゃないんですよ、これは。これは、どういうものなんですか？100年後ぐらいにこう、どっか展示してあったりするじゃないですか。有名になっちゃって。もう、でもあれですね、もう、やっぱり書いていないとダメですね、書いていないと。いつでも、だから、これ本当あの100均のこのノートなんですけど、とりあえず100均のこのノートいっぱい買って、何かあるごとにこう書いて書いてなんですけど。100均の匂いする。しない。100均の匂いってあるんですね。ないでもこれで、まあ、私もね、そんなに行動範囲は広くないんですけれども、このタッチの絵をあっちこっちで見たり、ありがとうございます。そういえば、ね、センスうちわ、うちわみたいのとか、商品のラベルになってたりとか、 あとなんかフェイスブックでなんか、高田さんのところでね、なんかね、そうですね、はい、え、これはどういう活動というかジャンルというか、絵手紙です。はい、はい、なんて言っていいんでしょうね、もう絵手紙って多分聞いたことあまりないですか。どうなんですかね。なんかただあの絵手紙っていうと、必ずなんか絵手紙やりましょうっていうのは、私下手だからってこう皆さん言うんですけど、あの絵手紙って手紙なんですね。手紙です。手紙、はい、なので、このビールが飲みたいというのもただのもう、あのもう日記みたいな感じ、私の中では日記とか、あとはもうどちらかといえば書いてしまったら、ここにもすぐにこの切手を貼って、はい、これを破いてポーンってよく入れてしまうので、要は、誰かに伝えるっていう感じのものが絵手紙なので、絵がうまいなんか関係ないですし、まあ、さっきあの中田さん見てて分かった通り、私のもう筆の持ち方がまあこれなんですけど、こんなのでうまく描けるはずがないっていう。わお知り合いですか？知り合いじゃないです。こんな状態です。いや、私は知り合いですけど、ああ、はいはい、手を振られたらね、手を振りました。はい、
そうなんですよ、こんな人間なんです、うん、はい、面白いね、うん、なので皆さんで、那須塩原を絵手紙の街にしようなんてこんな、うん、あの自分の夢があるんですけど、でも広まっちゃうと思いますけど、これただまあ、うん、あれですよね、あの私が一人で書いててもなので、やっぱりあの子供たちにあのもうちょっとこう持たせたいとか、 あ、うん、あと今あのポストインってしないですよ ね、 そうですね、うん、なかなかポストインなんてしないので、ただあのポストインした瞬間の子供たちの笑顔がやっぱりもう逆にこう取れないっていう子もいて、それは手を離さないと取れないよとか、やっぱなかなかね、分からない方がいる中で、まあ、そういうところを知ってもらいたい。あとはやっぱりこう郵便ポスト、自分のうちの郵便ポストをポッと開けた瞬間に手紙が来てたら、もう大人も子供も嬉しいですよね。でその瞬間がもう何より大好きなんですよ、ね。いきなりね、うちに帰ってこうポストパーンって開けたらビール飲みたいってね、来ちゃったみたいな、それですよ、それですよ、もう何でも切手を貼って送っちゃおうなので、こんな時代だからね、なかなか子供さんが書くっていうのはないんですけど、ある中学校では立志式ってね、はい、あの立志の時になんかそういう絵手紙を親子で書くみたいな、ね、うん、そうですね、ありましたね、ね、もっとそういう場があるといいですよね、うんうん、教えるっていうか、そういうとこ行ってなんかぜひやってもらいたい感じですね。あ、でも教室開いてるんですよ、ね、んです、そうですね、教室、まあ、育成会とか呼ばれたり、この間はあの小学校にお手伝いに行ったんですけど、あの親と子供のなんですが、なんかすごかったですね、あの、なんて言っていいのか、やっぱりあのガヤ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 なる中で先生も怒れないっていう中で、まあ、私たちが怒るしかない、叱るっていうんですね、怒るんじゃなくて、まあ、でもそういうところもあのいろいろ学べますし、あとはあの自分の気持ちをポンって出せる、人に思いを伝えるっていうのが絵手紙だと思うので、うん、そういうところであのもう自分だけで書いててもいいと思うんですけど、思いを本当にこの絵手紙というものにぶつけてもらえたらなっていう、投函してくれたら最高ですね、うん、絵手紙の町、那須塩原絵手紙の町にしよう新しいコーナーができました。これってあの、なんて言うんだろう、書くこの先生の立場としては、はい、これってやっぱりあのなんデジタル的に変換されちゃうとダメなんですか。別に制限ないと思いますよ、もう絵手紙にどこ、何にもその制限はないので、うん、なんかね、その本当にね、こうおはがきとしてね使うっていうのもすごい夢があるけど、うん、とりあえずなんかやっぱりこうこの那須塩原市に広めるんだったらば、うん、なんかこれを書いて、もうみんな今それ写メとかでもいいから、うん、ブログでもフェイスブックでもどっかね、これみんなが書いたこれがどんどんこうね、見られるところがあるともっとみんなちょっと興味持って、まあちょっとね、もっと綺麗にっていうんであればスキャナーとかでこうちゃんと撮れば本もっと綺麗に出ると思うけど、そういうとこじゃなくてもこうやってね、もうこれを撮ってもらってね、自分書き終わったらあげて、なんかあのね、今やられてるフェイスブックとかのところもそうですね、なんかそんなコーナーを一つ作ってもね、あ、いいですね、フェイスブックなかなか使いこなせないんですね、私本当にもう勉強会個人的に受けたい、もう一生懸命ちょっとやってはいるんですけど、うん、もうやっぱり ああいうお顔が見えない中でも、うん、コメントをいただいた方にはやっぱりじっくりゆっくり、まあ、ちょっとそれを考えて返したいっていうのが私の思いではあるので、なんか昨日よりもそっちにちょっとなんか、あ、コメントもらったら公開そうで、そっちをちょっとなんか変に重視しちゃって、なかなか使いこなせないでいる今日このものなんです、うん、うん、また そんな感じがちょうどいいんだと思う、うん、別に Facebook とかね、ああいうやつの達人見たくならなくても、お達人もいらっしゃる、全然ね、うん、全
然そういうもっとリアルな、うん、リアルな付き合いとかに持ってくるためのそれブログとかね、あのミクシーとかフェイスブックとかっていうことでいいと思うし、自分もあんまりそっちばっかりっていうのはね、うん、なんかつまんないんじゃないかなって、うん、何の話してるか分からなくなっちゃったんで、はい、次のコーナー行きましょう。
日の国みかんの皮の製法、身に毒ありて、皮に効能ありて、引きたる風を発散する、風を治す、ね、次は消し、消しは温方のお薬、温め、次は朝飲み、お医者様方ではマサージンより炎病消活の薬、炎病とかに効く。次に使いますのが朝倉の山椒、辛くて大運薬、大運薬というのがこれが便秘薬と言われてますね。はい、ということで七味唐辛子についてね、ありましたはい、七味唐辛子をかけるのは日本全国なの、地方によるわけじゃないんですね。差し上げた愛着感が生まれなんでしたか一発でね、当たりましたからね。はい、アンコのチームコロでした。レディオピープルパート3 3ということでですね、はい、ちょっとですね小耳に挟んだんですけれども、はい、明日、明後日、はい、明後日の土曜日、はい、夜の8時に、はい、アンジェロさんでですね、何やらあまり聞き慣れないイベントがあると聞いたんですけれども、うん、そうなんですか。サバブで見た。あ、本当ですか。何だろう。それじゃないですか。何だろう。あ、当たり？何でしょう。今思いついた。それかな。男子力アップイベント。なんて素敵な、イベントなんでしょう。そうそう、それをそのところを見て、そう、そこら辺の男性に声かけました。行ったら？行ったら？って言って。男子力アップイベント。あ、授業ですね。はい。で、説明があるんで、適当にちょこちょこちょこっと読ませていただくと、最近よく女子力という言葉を耳にしますね。そんな女子はなぜ女子力を上げるのでしょうか、うん、きっと素敵な男性に会えるためだと思います。ならばそんな女性が素敵な男性に会えるためにも、男性の皆さん、男性力アップが必要ではないでしょうか。そうです。ということで、名前からここまでで、このイベントには関わっていらっしゃるんですよね。はい、もちろんです。はい、はい、どんなイベントなんですか。もうちょっと突っ込んでいくと。そうですね、イケメンになろう、イケパパになろうという感じです。というかね、はい、多分日本の男性のほとんどの人たちはこれに行かなきゃならないような人ほど今自分のことじゃないと思ってるだいたいね、あ、僕が行く場所じゃないって思っちゃってるのがダメだね。そうですね、もったいないですよね。本当にこう今こう歩っていても、わあかっこいいと思っていても、何か足りないぞっていう方々がね、こう、はい、内容としてはこれ、このイベントに参加すると、はい、どのようなことを、まあ、なんていう、学べるというか、できるというか。はい、そうですね、なかなか、はい、やっぱり女性というのは綺麗、うん、というアピールの仕方がすごく分かっていると思うんですけれども、男性ってなかなかやっぱり自分 の本当にこっちから見ていても、この人かっこいいのになぜっていう方が結構こうもったいないっていう方が本当にここにはいないですけれども、いるんですよ。だからそういう、本当はあなたはこういう風にするとか、もっともっと磨くよ、かっこよくなるんだよっていうのを、ちょっと内面的なものをどんどんこう引き出せたらなっていうのが、例えばこの今回授業の講習でいただく八木屋製菓店の店長さんなんかは、花屋さん、あの人かっこいいよね。かっこいいですね、本当に。なんですけれども、なかなか男性がお花を女性に贈るっていうのがない。だけど女性は欲しいんですよ、お花をすごく欲しい。私は欲しいんですけど、主人にも誕生日のそんな豪華なブランド品なんかいらないから
花をバラを100本欲しいとかっていう、でそっちの方が高かったりするんですけど、はい、うん、そうなんですけど、ただ花はやっぱり女性にとっては嬉しいですし、ただそれをなかなか買いに行けないですよね、男性もお花をなかなか買いに行けない。でそうなると例えば今回その参加いただいて、はい、あの店長さんと仲良くなったことでまた買いに行く、で勧めがまたできるわけですし、あとはもう一方あのヘアメイクディレクターのかのこさんって、あの名古屋ですごく大活躍をしていたあの方なんですが、今ちょっと私たちもあのブライダルで仕事をさせていただいて、その方なんかももうとてもあのご存知の通り皆さん辛口な方なんですけれども、辛口な方なんですよね、本当に。なんですか、こんなもんじゃないよね。いやもう私は ここではちょっと言えないんですけれども、うん、いろいろアンケートを、あの本音のアンケートをこの地元の方にも取っていただいたので、それをもとにあの男性はこういうところが実際ちょっと変えた方がいいんじゃないのとか、で、まあ、彼女のことですから目の前に多分ご参加いただいた男性の方も間近にこうあなたダメですよって多分言うとは思うんですけれども、もう言うとは言われてますね、本当に、ね、うん、はっきり言ってもらわないとわからない男性の方もいると思うので、それを言ってもらうとってもいいと思います。あとはもう一つはあのやっぱり今あの男性がお料理とっても、ね、上手な方もいらっしゃるし、うん、そんな中であの男性は料理ができた方が私はいいと思います。なのであのちょっとした簡単なお料理をその会場であるアンジェロの山口オーナーからあの教えていただきつつ、ちょっとした食事のマナーですね、本当にあのこういうことを言ってしまうとなんですが、お口を閉じてご飯を食べるという、そんなマナーもなかなかあのちょっとパッて見るとあれっていう方もいますので、ちょっとしたそういうマナーとかもあの教えていただきつつ、あのその後はもうフリータイムでザックバランにお話ができたらなと、私もお話をしたいので皆さんと参加の方と、はい、これはでもあれだよね、実際今話聞いてて興味半分行くの怖いなと思って、ね、そうですか、そうかもしれないですね、これは、そうか、じゃあまずはあの例のあのかのこさんに、かのこさんにちょっと抑えていただきつつ、あ私ももうちょっと、ああそっか、もうちょっとあの穏やかにおしゃべりをすればよかったんですね、この話が先だったんですよきっと。そこから私が穏やかに穏やかにお話をして、あ、この人がいるならば行きやすいなっていう雰囲気作りを作らなくちゃいけなかったんですね。いや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 、大丈夫じゃないかな。でもね、そのヤギ屋さんも、はい、そのこれよりちょっと辛い人たちとか、はい、ね、まあ当然彼女もそうですけれども、私もあの3人ともあのいろいろ見たりお話してるとこ聞いたりとかはよくあるんですけど、やっぱり3人ともあのすごい魅力的な方で、あの、うん、この3人がいるんだったらば絶対に行った方がいいですよと思う、うん、あのもし行って役に立たなかったって思ったらば、ここに来てください、ね、次ということで、あの詳しくはですね、あの、はい、ヤギ屋さんの方からもう入れるかな、フェイスブックやってない人だと見られないですよね、うん、そうですね、あの、あ、私のその SKS ごとぶきのホームページから、はい、ブログがあるので、はい、はい、あ、その中に、はい、ぜひとも来てください、はい、はい、ということで、あの皆さん、あのね、お待ちして、お待ちしておりますって、はい、自分は来てください、すいません、イベント情報局、は
い、ということで今週末もですね、山ほどイベントがあるんですけれども、そこから私たちが選んだやつをいくつかご紹介させていただきます。はい、土曜日、9日の土曜日なんですけれども、先週マット井上さんがねこちらで紹介もしていきましたけれども、はい、黒羽の観光屋の方で11時から12時、一応これは12時では終わりません、終わんないけど一応11時から12時と言ってますけれども、このあとねどうせ延々と続きますから、はい、そうなんですか。漫談とかね、ギターの弾き語り、あとは歌と笑いヨガ、うん、でまあヤナのところでね、もういろいろ飲み食いしながらみんなで楽しもうということで、多分このイベントが11時から12時なんだけど、中澤さん2時か3時までやるからねって言われてるんですけど、なんで12時でイベントが終わってるかというと、この人たちが飲みたいんだだけだと思います。でイベント開催中だと飲めないからね、一応ね、はい終わりましたって言って多分飲むつもりだと思います。はい、そしてその翌日ですね、これももう先週1時間かけて説明させていただきましたけれども、はい、ベタニアバザーインナス、2012ということでですね、はい、詳しくは、ね、流しておくかな、うん、詳しくは先週のモカチのね開配信見ていただければと思いますけれども、 B 級グルメ祭り、あとダルライザー、はい、なんかやっぱりちょっと引っかかってきちゃったから、あのダルライザーっていうのは福島からあのね正義の味方なんですけども、白川からあの あと小さなサーカス音楽隊にマジックに、あと中学校の吹奏楽部のキャッスリー、キャッスリーさんがこれがここの先生たちがねやってるバンドとか、あとはそのマット井上さんの、ギター漫談とアルパカ牧場からあのモヤモヤモシャモシャした彼らが彼女かなどっちだろう来てるはずですよ。はい、そしてその午後、同じの午後なんでちょっと迷っちゃいますけれども、大田原で恒例の投げ銭ライブ、はい、メンバーは一応今決まって出演者がですね、はい、エヴァーボーイ、おー、星正人さん、はい、そしてテレコテコさん、テレコテコさんはね、まあ、おなじみの人たちなんですけど、名前が、あと八代敦史さん、はい、そしてあれマット井上さん、忙しいですね心がに、ね、マット井上さん、そしてしげじとさとちゃん、これはね、まあ、お笑い方たちですけどね、はい、あれここ来るわ、はい、一応で失礼することになりました、はい、こちら大田原の投げ銭ライブということで、栃木銀行向かい側の蔵屋敷の中庭で行います。午後1時から4時ぐらいまでですね、はい、ぜひ行き出してください。そこに書いちゃうんですね、はい、そしてですね、これが非常に私もまだよくすみません把握してないんですけれども、はい、ね、あの他の番組のスタッフたちにはねあの把握してないようなイベント紹介するんじゃないかいつも怒ってるんですけども、自分だけは特別ですはい、総務省の情報通信月間企画というのがありまして、我々レディオアカース、あの那須塩原インターネットテレビでは塩原温泉放送部っていうのを立ち上げるぞって、まあこれと同じことをね塩原温泉の方でもやってもらうっていうのを立ち上げる企画を、一応準備してます。で、それの大田原でもいくつか、それ3つぐらいあるのかな、それのうちの1つなんですけれども、地域メディアを考えるシンポジウムということで、考えるって難しそうですよね。はい、6月13日の水曜日19時30分からインターネット上で生配信をしてしまうという、これうちの番組とぶつかってるじゃないですかね、アクアタイムとちょっとね、まあパソコン2台買って両方見てください。はい、ゲストはですね、ナスウェーブさん、
ちらよりももっと先輩、昔からやってて音楽系の番組とかは大変強い、あのナスウェーブというグループがあります。ナスウェーブさんと、あとレディオアーカスからは私があの行きます。そしてナスノガラサウンドチャワープロと口が回るナスノガラサウンドチャワープロジェクトの、高野橋さんと歌ってますね。どうもこんにちは、おはようございます。はい、そしてタウンメディア大河原から星正人さん、はい、星正人さんはいつでしたっけ、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前来ていただいてるんですよ、ね、あのパツパツの、そうですね、当選したの、はい、ここで歌ってます。あ、そうなんですね、はい、私も歌ってます。そしてもちろんこれあのウェブ上でも見られるんですけれども、会場の大田原市三原にあるプチビラージュに来ていただければ生で見ることができます。ただ入場は無料なんですけど、まあドリンクね、ワンドリンクのオーナーあのオーダーと、あとは食べるものとかも美味しいですしね。ただマスターはどうするんだろう、そう思います。まあ細かいことは、はい、当日、お越しくださいということで、はい、また時間過ぎちゃいました。またちょっとお休みたくさんね、いっぱいありましたけどね、はい、じゃあ、はい、カメラの向こうの、はい、300万人の純子さんファンに向けてあのちょっとメッセージなどいただけると。メッセージですか、はい、はい、エコーかかります。あ、ちょっと待って、ワンワンワンって自分で、もう一つだけです、はい、ラッシオバラシを盛り上げましょう。イエーイ、というわけで今日は元気いっぱい元気いっぱいのゲストさんでした。はい、スペースプロデュースことぶきの五関純子さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。遊びに来てください。はーい、また来週。